なあ、坊や春道、俺が武装戦線のヘッド、久能秀臣だ。奴だがどうした。奴、おっと、動くなよ。動いたらわかるだろう。うちの門が随分世話になったな。本来なら有無を言わさず叩く殺すところだが、まぐれとはいえこの竜神まで倒すとは大したもんだよ。土下座して詫び入れろ。それと1週間以内に100万持ってこい。それで今までのことは忘れてやるから、俺の飼い犬として働け。生きてここを出るか、射程と一緒にここで死ぬか、答えは二つに一つだ。言っとくが、お前を助けに来るやつなんて一人もいねえぜ。何？スズランのやつらはお前の強さを認めてるだけだ。お前のために動きゃしねえ。動きそうなやつには手を打ってあるしな。貴様。さて、返事を聞かせてもらおうか。言いてえことはよくわかったぜ、ヤス。おい、このクソチビ、黙って聞いてりゃ一人でペラペラ喋りやがって。お家に帰って S サイズのパジャマにでも着替えて寝てろ、このションベンコザ。どうやらお前のようなアホは口で言っても理解できねえみてえだな。ここにいる中3人は300人はいる武装の中から選ばれた最強の親衛隊だ。こいつらに少し遊んでもらえ。そうすればバカなお前でも今の自分の立場がわかるだろうよ。
誰が、いや、くっ、暗い。そんな。なんだ。そういうこと。何？この野郎。バカ野郎。心配いらねえ。あ？おい。何？ちょっと
結局何だったんすかね、この結果は。え、何をやってんすかね、俺たち。まあ、なんて言うかな、一人で部屋に閉じこもってりゃ何にも起きねえけどよ。それが苦手な俺たちにはいろいろ起こるってことなんじゃねえの。